パノラマ TV。 もっともっと、ストップ、もっと、こっち上がれ、こっち上がれ、止め上がれ。どうしたの？どうしたの？マンマミーヤ。どうした？どういうこと？急にマンマミーヤってどういうこと？いや、本物のブラザーズってこんなことしないよ。兄弟が。兄弟でこんなことしない。なんじゃこのブラザーズ。でもこれやりたいって言ったら安なんじゃないの、いや、安。今回は安、まあ。マリオが、だってすごい、今勢いすごいから、乗っかりたかったよ、うん。でも、やりたいって言ったら安やんじゃん。あ、いや、そのそう、そのさ、安。いつもは、確か俺が企画持ってきて、あれやれこれやれっつって、起こんのはわかんねん。ただ、今回はヤスが持ってきたものを、そのまんまヤスが言った通りやったんやから、うん、それを俺らに対して起こんのは絶対違うよな。うん、間違ってるよ。え？ああ、ヤス、ヤス。お前が間違ってる。あ？いや、ヤス。間違ってるのは誰？あ？いや、だって喋れへんよ、あれ。アワンもやってられん。いや、待って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 、こんなんやってられんぜ。あかんで、ママミーヤやってられん、こればっかりやってられんて、やってられんて、やってられんて。うわ、やった。何が、お前アホか、何言わんな怒ってんねん、あいつ。お前な、俺にしかも当たり前やろ、お前。あいつ一番好きな、お前ゲームマリオやぞ。あ、そうなの。あいつマリオカートとかめっちゃやっとるやん、ゲーム配信のチャンネルで。あのツイッターの方のフォロワーが全く増えないというところで最近悩んでいる安川、ね、どうやったら増えるんでしょうかね。お、とんでもないタイミングだが、バスも。どうやったら増えるんでしょうかね。お、とんでもないタイミングだが、バスも味方、バスも味方の安川。あ、まあ、お前もあんま言ってたからよ。だいぶ言ってたで。いや、まあ、それはマリオを冒涜するような行為はあいつの前でやるべきじゃなかったな。それからあいつがキューブリッジなった時に止めとくべきやったよ。いや、イエス待ってって、うん、やっぱ電気ヤマとマリオのコラボはやめようって。あ、マリオへのリスペクトが足らんと。そう、だからやる前に俺らが注意するべきやった。なるほどな。だからこんなことになった。アホなあいつのためにな。そう、それは謝りに行こう。しゃあないな。頼む。行くか。いいよ。ああ。やつ、すまんかった。ちょっと出てきてくれや。これ、ビガンローラーか、思ったら、ウサギの耳やわ。パノラマ TV。